前田殿も。毎度いいことでございます。キャンプもちょうど真ん中ぐらいでね、もうオープン戦入るから終盤は。岩本も張り切りすぎて喉がもうバサバサやんか。体調は絶好調よ。顔色見てもらったら分かるやろ、これ日焼け。今日も天気よくてビンビンに当たってきたんだから。まあその中でね、投手陣野手陣とどんなアピールがあるのかと。まずピッチャーからいきましょうか。ルーキーの矢沢、まあまだ実戦少ないですけど、打つ方では、まあ、センスの光り方っていうのが目立ってます。今度はマウンドでね、打者に対して、あのブルペンではもうセンスがいいの分かりました。打者に対してどんな投球をするのか、ああそれ楽しみやね。これね、目立ちどころで言うとね、目立っているのがルーキーなんですよ。まあこの世界新しいもの好きと言いますけども、ルーキーの金村で宮内、この辺りの評価が非常に高い。実際もうマウンドに立っての怖いもの知らず、他のピッチャーたちは、特に去年からの既存の選手たちは、やっぱその去年もしくはその前のね、自分のプレープリっていうのが頭にあり、杉も甘いも知ってるわけ、自分のことね。なのでそのボロを出さないように、いい部分だけを出そうという気持ちがちょっと保守的になってしまってる選手もいるんですよ。じゃあ例を出して悪いんですけども、杉浦、彼の持ってるポテンシャルは誰もが認める。あんなにスピンの効いたいいストレート投げれるピッチャーっていないんですよ。でもここ一番でコントロールに苦しみ、なかなか持ち味を発揮せずままマウンドを降りることが多かったでしょ。それを見せまいという意識からなのか、甘いボールに吸い込まれていく、攻め込むというよりもかわそうとして球が弱い。これ僕よく言うフレーズなんですけど、あとはそれとの戦いだけじゃないかな、本当に思う。あと頑張ってほしい、期待を込めてる。僕個人的にも吉田輝星、ブルペンでいろいろ取り組んでる、ドリルも含めて頭でっかちにならないようにしよう。僕はね、彼直感型やと思ってんのよ。いろんな準備で考えるけども、ここ一番っていう時には彼の本能的直感、まあ直感こそ本能よね、本能的感覚でバッターに攻め込む。データでインサイドが弱い、アウトコースどうのこうの、そうじゃなく、今このバッターの状況と自分の状況、その前の傾向を見た時にこれだっていうひらめき重視してもいいんじゃないかなと思うね。そういうピッチャーやわ。あと目立ちどころは井口がいい味出してんね。ちょっとこう重心が高く浮いてしまうそのピッチャーだったんだけども、彼も年齢的に年数的にピタッとハマるものを見つけたんやろうね。なのでまっすぐ、曲がり球、落ちる球、コントラストがしっかり取れてる。1イニング任せたいピッチャーになってくれてるね。で福田もそう、左ピッチャーこんなに獲得してよ、こんなに左ピッチャー用意してる中で、マウンドに上がりそこそこ経験のあるそのピッチャーがもう結果求められるの分かってるわけ。なので結果重視だけど堂々と投げれるようになってる。いいね福田。周りの左ピッチャーたちがピリッとしたよ。あと根本、去年そこそこ経験した、もっと弾けようよ。去年と同じようなピッチングじゃ叶いませんよ。一層バージョンアップした自分が必要、志目標高く持ってマウンドに立ってほしいね。野手陣で言うとね、やっぱり新しいところ、キャッチャー伏見のところに目が行ったり、野手で言うと加藤豪介に目が行ったりとか、そういうのがすごく取り沙汰されることが多いけども、やっぱり去年一昨年苦労した磯畑とで、2年目を迎える上川畑で、もうそろそろベテランかって言われる中島拓の意地とか、見どころはたっぷりなんですよ。まだまだ若手で経験が少ない選手たちはこれからもう自分の持ち味を前面にぶつける、その作業だけなんですよ。で水野、去年の今頃一番評価高かった。でも今年2軍スタートですよ。何があったんでしょうか。でも実戦でも名前が上がることが多い。彼の野球選手としてのね、ちょっと意地を見たいかな。それは感じます。上川畑、ほんと真のレギュラーと言われるような選手になってほしいね。彼にはそこそこ安定っていう言葉も出てくるぐらいなんだけど、でも本当にレギュラーとして信頼を得るには今シーズンしっかり改めての結果が必要だと思うね。で野村で清宮、万波、浅間、今川、この辺りはやってもらわなきゃ困る選手やね。本当に4番バッター右の野村か左の清宮かって言われてるけども、万中で今川もチャンスないことはないし、でまあ前後を打つことがよく考えられるけど、その中心になってみてくれって話よ。去年の強化指定選手が今シーズンどんな結果出すのか楽しみやね。でね、またまたキャッチャー伏見に目が行くと言ったけど、宇佐美、古川、この2人はね、左打者でバッティングはいい、よく似たタイプと言われる左打者の打撃のいいキャッチャー。さあどっちが結果出してそこに立ってますかってことで、ね、で変わり種で言いますと、今シーズンからピッチングコーチで言うと立山コーチが入って、ほんで野手のコーチで言うと森本コーチが入って、で八木コーチが入る、大田コーチも入ってますが、立山コーチ、なんといっても金メダルをもたらした、そういう実績を持ったコーチですよ。プラス選手との距離のすごい近いコーチで、物腰も柔らかくで、選手のいい点を見つけて一層伸ばそうとしてくれるコーチだと思うんで、選手たちはどんどんノックしていいと思うね。指示待ちじゃなく、アドバイス待ちじゃなく、自分から行くっていうのもありやと思う。絶対答えてくれるもん、ワードも豊富やんか。
同じく森本コーチな、あのキャラクターです。でも選手たちは森本コーチをキャラクターだけじゃなく本当の野球感、その奥を見つけた時に一層の信頼が生まれて森本コーチのアドバイスがどんどん落ちてくると思う。ここにバーって募ってても胸に落ちなきゃ意味がないから、それは早々とできると思う。もうすでにキャンプもう序盤あたりから選手たちが森本コーチや立山コーチに対するディスカッションの時間の多さっていうのは見れてるんで、もう絆生まれてますね、問題なく。こっからはもっと厳しいコーチングがあると思うんで、選手たちはそれも真心と受け止めて自分の技術に変えていってほしいね。うん。あと、新加入でいうと八木コーチですよ。毎日のようにバッティングゲージの後ろにね、格言のようなものをちゃんと直筆で書いてくれて、今日も本当にいいコメントを出してくれて、いくつもあるのでなかなか私もここで披露できへんけども、選手が今日一日バッティング練習する際にパッとゲージの前にその白いスケッチブックに書かれているものを必ず読む。でそこでそれをねイメージ付けて印象付けて頭で描くことに取り組む姿勢が変わるんですよ。姿勢の角度が変わっていく、はい、その狙いがあると思うんですよね、はい、新加入コーチも非常に機能していると新加入コーチも非常にチームの中で機能していると言ってもいいぐらいの充実がある環境です。あとは去年と全く違う形相で立っているグラウンドに立っている新庄監督がどんな決断をしてどんなチームカラーを作り挑むかですよね。それを口数少なくグラウンドに立ってずっと見ている、でそのコーチたちの手腕にもう絶大な信頼を寄せて任せている、あとは決断とともに責任を取る監督がどういう手法に出るのか楽しみや。もうねキャンプ中盤に入ってこれちょっと結果悪い時には厳しい言葉を飛び交う去年と全く違うファイターズがあるんですよ。開幕ダッシュ公言してますよね、宣言してますよね。そのチームをどうやって作り上げるのか、この後の2週間ほど楽しみが一層やんか。岩本も張り切りすぎて声わしゃわしゃやんか。これもまたしっかり整えますさかいに、おお、しっかり整えますさかいに、乞うご期待。ファイターズベリーホットやね。毎度お気に入り。